ちょっと、兄ちゃん。また私たちの服、勝手に洗ったでしょ。キモいから勝手に触らないでって言ってるの、なんでわからないの？お兄ちゃん、すごく嬉しそう。なんで怒られて喜んでるの？もう、キモ兄ちゃんのことは気にしなくていいから。こっちは怒ってるって言ってんのに。文句言われて喜んでるんだもん。どうしようもないわ。ほら、こんなバカと一緒にいたら頭悪くなるから帰りましょう。またお兄ちゃん喜んでる。お姉ちゃんに怒られるの好きなんだ。え？僕に怒られても嬉しい？そうなの？お兄ちゃんの変態。こんな人がお兄ちゃんなのか恥ずかしいよ。ありえないくらい喜んでるし。というか、私よりも喜んでるっぽいのってどうなの？いや、私が女の子だからって。ののしられて喜ぶのも、それはそれでキモいけど。なんかお兄ちゃん、ちょっと怖いかも。お姉ちゃんに釣られて行っちゃったけど、本気でちょっと怖い。ああ、弟を怖がらせちゃって。ほんと、最低なお兄ちゃんなんだから。こうなったら、耳かきでお仕置きしてあげちゃおっか。耳かき棒はこの辺にあるでしょ？で、私の分は、メイクブラシ、持ってたんだよね。これで耳の中、いじっちゃうから。そんなので大丈夫なの？くすぐったそう。いいのいいの。どうせお兄ちゃん、私たちがやることなら何でも喜ぶって。そういうロリコンの変態なんだから。はい。じゃあ始めちゃおうからね。人に耳かきしてあげるのなんて初めてでしょ？お姉ちゃんがするのを。よく見ててね。うん。でも、本当に大丈夫かな？してたけど、それ以上にトロトロな顔してるし。言っておくけど、これはお仕置きなんだからね。お兄ちゃんがもっとこうヒーヒー言ってくれないとお仕置きにならないんだけど。このブラシ、もうお兄ちゃんにあげるからね。耳の中に入ったのなんて使いたくないし。って、それでも喜んじゃう。なんていうかさ、
の変態？それとも私の私物が手に入ったのが嬉しいの？お兄ちゃんってそういう人だったんだ。ちょっと怖かったけど、優しくていいお兄ちゃんだと思ってたのに。私たちのこと好きだとか言ってるけど、本当に好きならイメージぐらい守りなさいよ。まあそれができないからこんなお兄ちゃんなんだろうけどね。顔して喜んじゃって。ほら、そろそろ弟の耳かきでもっと喜んじゃったら。痛いんじゃなくて。お兄ちゃん本当になんか気持ち悪くて怖いよ。でもちょっと楽しいかも。そういうのがいいんだ。なんかお兄ちゃんのこと分かってきた気がする。弟にもてあそばれてこんなに喜んでさ。仮にも同性だよ。相手男の子だよ。そういうのがいいんだよね、お兄ちゃん。お兄ちゃんのバーカ。耳かきと一緒にバカって言われちゃうのは嬉しいんだ。なんかお姉ちゃんがお兄ちゃんにバカバカ言ってる気持ちも分かってきたよ。すっごく楽しいんだね。ね？よく分かったでしょ？しかもそれで相手が傷ついてたら悪いけど、お兄ちゃんは喜んじゃうんだもん。ほらほら、また私も耳かきしてあげるから。左右同時にバカバカ言われて喜んじゃい。お兄ちゃんのバーカ。こんなので良くなっちゃう変態。妹と弟に同時に失望されちゃう。なので喜ぶ。
んじゃ本当にダメなお兄ちゃん。僕恥ずかしすぎて嫌になっちゃうよ。私も意味わからなさすぎて怖いくらいだもん。ちょっとまともにならないと人にバレたら本気で軽蔑されちゃうの。こんなに言われてるのにお兄ちゃんまだ笑顔なんだ。本当にお兄ちゃんって僕らのおもちゃとして最高なんだね。こんなに何でも言っちゃっていいなんて知らなかったよ。まで言ったのは初めてだけど、全然怒らないんだ。あ、怒れないのが正しいのかな。ここで怖い声出したりしたら、大好きな妹たちに嫌われちゃうもんね。そうだよ。もしお兄ちゃんが怒ったら僕、二度と口聞かないもん。僕に優しくないお兄ちゃんなんて、ただキモいだけだし。もうそこまで本当のこと言っちゃダメでしょ。お兄ちゃんもっと喜んじゃうじゃん。そうだったね。お兄ちゃんには何言ってもご褒美なんだもん。ここまで常識が通じない相手とは思わなかったよ。私たちも人には絶対に言えないようなこと言えちゃうんだもん。ストレス発散になって助かるからいいけどね。お兄ちゃんそんな風に使われちゃってるのに今もすっごい笑顔だもんね。こんなに都合のいいお兄ちゃん他にいないわ。そんなお兄ちゃんが僕大好きだよ。話しててすっごく楽しいもん。今まではあんまりお話できてなかったけど、ごめんね。これからは毎日いっぱいおしゃべりするからね。どれぐらいお兄ちゃんが変だとか、友達には絶対話せないなーってお話とか。本当に恥ずかしいもんね。私も絶対友達には話せないもん。こうやって両耳ほじほじされながらめちゃくちゃ言われて喜んでるんだもん。最悪の変態さんじゃん。他にどんなことしてほしいの。フーフーしてほしいの。そっか。じゃあね。やってあげない。お兄ちゃん、ほんとバカだよね。そんな素直に答えたってやってあげるわけないじゃん。お兄ちゃんは私たちのおもちゃなんだよ。わざわざおもちゃのために何かしてあげると思う？こうやっていっぱい言っちゃうのは僕らも楽しいからしちゃうけどね。ほらお兄ちゃん、今はこれで我慢してね。
左か。いつまでもニヤニヤしちゃって、ほんとキモいよ。ついでにブラシでこんなに気持ちよくなっちゃってるのもおかしいし。耳かき棒でもこんなに気持ちよくなっちゃうのはちょっと変だよね。僕にしてもらうのが嬉しいから。そっか、変なの。本当にお兄ちゃんってブラコンだよね。ほら、じゃあもっとしてあげるよ。ほらほら。本当に気持ちよさそうにしてるんだから。ほら、メイクブラシでもこんなにゴシゴシされるといいんでしょ。もう泣いても叫んでもやめてあげないんだから。そうだね、僕も疲れちゃったし。けどお兄ちゃんは幸せすぎてなんかすごい顔になっちゃってるし、僕ほんと信じられないんだけどな。私たちもすっきりしたし、今日はこれぐらいにしておいてあげるね。あ、でも最後に、お兄ちゃんのそのにやけ顔、すっごく気持ち悪いよ。そんなに情けない顔をしちゃう人のこと、お兄ちゃんって呼びたくないな。冗談だって、大好きだよ、お兄ちゃん。いろんな意味で一緒にいて楽しいからね。じゃ、もう私たち帰るね。お兄ちゃん、また今度いっぱいいじめてあげるから、それまで待っててよね。お兄ちゃんからお願いしてきてもしてあげないから。じらされるのも嬉しそうだね。じゃあね。